はい、皆さんこんにちは。チャンネルダッタの時間です。ナイジです。サクです。よろしくお願いします。どうもどうも。はい、今日はですね、はい、ランキングやります。お、ランキング。はい、もう暑いんで、はい、アイスクリームランキングします。確かにね、暑いですからね。暑くなってきましたね。あのコンビニとかで簡単に買えるアイスクリームで、はい、行こうかなと思ってますんで、はい、お楽しみ。お楽しみです。はい、はい、それでは早速第5位から発表していきたいと思います。お願いします。第5位はですね、こちらです。でねー、明治エッセルスーパーカップ超バニラ。王道、王道でしょ。こちらがね、まず第5位ですね。はい、どうしましょう。これから行ってみますか。たまには。あ、どうぞどうぞ。もう行っちゃってる。これはほら、食べきらなきゃいけないタイプだから。食べきらないといけない。で、美味しくいただかないといけないやつなんで。はい、はい、じゃあいただきます。はい。もうこれ間違いないよね。まあ間違いないですよ。やっぱ昔からね、スーパーカップありますから。うまっ。ね、このバニラね。バニラの甘さがいいよね。うまいですよ。うまっ。止まらなくなります。うん、これ、第5位でした。これが5位。おお。でもね、結構有名なやついっぱいあるからね。まあありますね、うん、今ね。じゃあ第4位いきますよ。第4位はこちらです。いや、気になる。じゃじゃーん、森永製菓チョコジャンボ、あ、チョコモナカジャンボですね。はい、はい、じゃあこれはもうチョコモナカジャンボ、僕ね、はい、すごいモナカ好きなんですよ、ね、モナカ系アイスすごい好きで、はい、じゃあ僕がいただいちゃいます。はい、行ってみてください。はい、行ってらっしゃい。はい、行ってきます。じゃあ、行きます。いい音。うん、このモナカとやっぱアイスとこのチョコのね、チョコでいいよね、うん、この3つが混ざり合う瞬間が最高にうまいです。はい、間違いない、間違いない。はい、じゃあそうなってサクサク紹介していきますよ。続いて第3位いきます。はい、第3位はこちらです。じゃじゃーん、うわー、パピコ、グリコ、パピコ、チョココーヒー。こちら第3位ですね。じゃあ第2位もいきますね。2位、第2位はじゃじゃーん、森永ピノ。あ、ピノね。はい、じゃあねーねー、パピコいきますか。パピコいきますか。1本、1本どうぞ。ピコ、でも間違いないんでしょう、ね、懐かしいです。見てください、これ。あ、懐かしい、ね、パキって、パキって言って。パキといかない。パキじゃねえ。あ、いいか。はい、はい、パキコです。じゃあ、1本だけちょっと。1本だけね。懐かしい、これ。こうやっても取れるようになってるんだ。そうです。すげえ。もうこれ、そうですね。すごいね。昔はこうだった。こうやって、歯でこうグニーってやったりとかね。今はね、取ってるみたいなのがついてる。ね。このね、僕もちゃんといただいて。そうだね。はい、じゃあ、まあ。ピロピロになってる、ピロピロになってる、ピロピロになってる。パピコだけにピッピッピッコピコ。でもこれ誰も分かんないと思います。すいません、黒かった絶対が。どうですか、間違いないよね。間違いないですし、もう冷たい、冷たい、もう歯がしみる。そう、暑い時期にはね、絶対いいと思う。いや、美味しいです、冷たくて美味しいです。はい、はい、じゃあ、この2位、ピノ。ピノですよ、ピノも。これ、これもね、この一口サイズ、これです。あ、美味しそう。いただきます。うん、うん、間違いない。これでもね、本当バニラの中に上にこうね、チョコレートが包まれてる、ね、これ一番好きかも俺。あ、でもこれも美味しいな。美味しいですね、これも美味しいな。いや、全部美味しいんですよ。どうか、じゃあ、ね、間違いない、本当に。はい、じゃあ1位いきますよ。とうとう1位。1位はね、分かりますかね、何だと思いますか。分かるね。ねえ、何でしょう、色々、ね、色々あるからね。分かりますから、ね、はい、じゃあ1位いきます。1位はこちらです。じゃじゃじゃん、ロッテ雪見だいふく。間違いない、これは。これはもう1位ですよ。これは間違いない、 ないですよ、これ。1個ずついただきましょう。じゃあ1個ずついただきましょう。はい、いやー、雪見だいふくね、めちゃくちゃ好きですよ、僕も。取れない。あ、これ、はい、じゃあ、はい、どうぞ。じゃあ、これ手で、手で、こっちで取る。よいしょ。おお、うわ、ちょっ
ちょっとね、取れなくてですね、今苦戦しておりますすいません。これ誰考えたんだろうね、ロッテかロッテが考えたんだけどさ、大福の中にアイスクリーム入れるっていうまあこれで僕ちょっとよく、はい、いただきます。うまっ。もうね、うん、大福がいい感じでこうなんですよね。そうなんだよ、これもう俺ちっちゃい頃からあるけど本当美味しい。ありますあります、これ考えた人天才ですよ、天才だね。もう多分1位もダントツ1位だと思うんだよね、うん、おいしいですね。いやこれはやっぱ雪見大福うまいね。うまいうまいわ、うまいうまい、うん、はい、それでは、おさらいしていきましょう。第5位が明治エステルスーパーカップ超バニラですね、うん、第4位が森永チョコモナカジャンボ、うん、第3位が、グリコですね、パピコチョココーヒーですね。第2位が、森永ピノ、うん、第1位が、雪見大福、ロッテの雪見大福です。はい、これがアイスクリームの、ベスト5、人気ランキングベスト5です。うん、まあ、こんな感じでね、いろいろまた調べてこようと思います。そうですね、でもね、なんかすごく昔からあるアイスクリームが上位に入ってて、ね、よかったよかった、新しいのがいきなり入ってきても分かんないけどね。分かんないですか、やっぱ言ってみな、間違いねえな、確かに。美味しかったね。まあ、そんなわけで、チャンネル高評価と、チャンネル登録とよろしくお願いいたします。はい、お願いします。ではまた皆さんお会いしましょう。ありがとうございます。